よろしくお願いいたします。今のフリーフォーさん素晴らしかったですね。ちょっとバンドの後に一人歌うのはなんかちょっと寂しいんですが、なんかフリーフォーバツフォーってのが聞こえますね。なんか前にバツフォーのメンバーもらわれたの。一瞬私はそっちの方が気になってしまいましたけども、本当にフリーフォーの皆さんは素晴らしい演奏で良かったです。はい、でちょっとびっくりしたのがですね、まあ、フリーフォーさんもすごかったんですが、今日の梅ちゃんの PA がすごくてですね、皆さん のすごい演奏がより一層ですね、今日はすごく聞こえてました。ちょっと今日は私もちょっと PA かじるんですけど、ちょっと勉強になりました。本当素敵な PA でした。一段とうまいものとうまいものが重なると、こんないい心地よい音楽になるんかなと思うんで、本当に楽しかったです。はい、それでは、私の歌わせていただきます。Listen to the music 僕たちの未来 Listen to the music 明日は晴れか風の感じの曲かなとは思うんですけども、今日はそんなわけで、エレファントカシマシ宮本浩次の曲ばっかりを歌いたいなと、最近ちょっとここにハマっておりましてですね、
歌いたいなと思ってますが、まあだから、はい、ずっと言ってるんですが、私今単身赴任で兵庫県豊岡市というところに住んでまして、毎週帰ってきてるんですけども、この金曜日はすごい雪が降りまして、朝から車出すのに雪かきをして出たという、本当何年ぶりかにそんな経験、私は北陸は富山県出身なんで、あの雪下ろしは慣れてるつもりなんですが、この年に雪かきは結構しんどいなと思いました。朝からヘロヘロになってしまいましたけども、でもね、たまにこう雪なんか見るとね、なんかこうしんみりして、朝からなんかヒヤッとした感じでいい雰囲気でしたけども、反面あの会社に着く頃にはヘロヘロになってましたけどそんな生活を今送っております。本当ね、一人きりになるとやっぱりなんかね、いろんなこと考えてしまいますね。フリーフォーさん、バズフォーさんじゃないんですがいろんなこと考えながら、はい、夜を過ごしてるんですが、ただね、今家と職場が近いんですよ。車で通勤できる、初めて車通勤してるんですけど、もう10分近くで行っちゃうんで、会社が例えば終わったらもう10分経ったら家に着いてるんですよね。めちゃくちゃ暇なんですよ。何もすること。
なのでコロナではどこも遊びに行けないし嫌だなと思いながらですね、そんなあの日を過ごしているんですけども、どうしたらいいでしょうね、こんなんね。どうしたらいいでしょうね。どうして遊んだらいいかなと思いながら。練習ですよ、練習。練習もね、ちょっと、うるさいかなと思ってね、なんかね、あれやなと思いながら、なんかね、ギターどうしても生ギター音が出るんでね、ちょっとあれ辛いなと思いながら、はい、ちょっとじゃあ次はバラード系の曲の一曲。嫌なことばっかりあるんで、ちょっとね、そんないい夜明けが来たら
いいなと思いながら選ばせていただきました。僕はあの実はあのこの間ね、ゾウさんご存知なんですけど、車ぶつけましてね、ね、違うライブハウスの前でバックしてて、電柱にオークソバーンとぶつかりまして、後ろがペコンとへこんじゃって、であのちょっともうかなり行ってて、修理代がね、かなりかかるっていうんで、ちょっとじゃあ車買い替えようということで、車頼んだんですけど、なんかね、あの、なんだっけ、エアバッグが不具合があるということで、納車が、いつになるか分かりませんとかって言われて、今まだへこんだままの車で運転してるんですが、そんなことあるんですよね。びっくりしました。あの半導体がないならまだね、分からんでもないんですが、なんかエアバッグの不調らしいんで、あの生産が止まってるそうです。ちなみにあの日産の K のルークスという車で今は買えませんので、残念ながら、はい、それでは次の曲もですね、ちょっと、これも単身の気持ちを歌ったりとかな、ちょっと分かりました。ブラブラと帰り道、夜空を見上げたら、月の影、あなたの影が見えたような気がした。眠り風をこの頬に感じながら、なんだか知らないけど涙ほろりこぼれ落ちた夜さ。
もう一つ持ってはるんですかね。前なんかもう一個上がってましたね。すごいですね、たくさんね、いっぱい持ってはってね、びっくりしました。で今日まさかねベースで応援するなんて。ね、永井さんとねもう何回もご一緒させて、一緒にね歌ったことはないですけど、 PA の方でご一緒させていただいて、はい、いつもありがとうございます。まさかフリーフォーに永井さんが入ってるのは思いませんでした、ね、びっくりしました。それではちょっと最近どうも歌うとですね、このイガイガ虫が出て、これなんとかならないですかね。なりません。龍角散。龍角散ですか。これ多分ね、まあ、アレルギーがあるんで、多分寒暖差アレルギーがあると思う、そうと思うんですけど、どうもね3曲目あたりから危ないんですけどね、いつもあれなんですよね。最後の曲もエレファントカシマシでいきたいなと思ってるんですが、皆さんエレファントカシマシって知ってあります？あ、知ってあります。さすがですね。で紅白出てましたね、宮地さんね、びっくりしました、はい。まあ、去年も出たのかな、今年も出てましてね、紅白なかなかもう見なくなりましたけど、なんだかね7時ぐらいからやってる紅白はなんかよく面白くないんですけども、みんな何がそう思ってるかな思いますけど、それでは、リツでございました。どうもありがとうございました。
でした。お疲れ様でした。